はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。CP 第3弾でこちらのクーラとこちらのサウザーが極限ジェット覚醒来ることが決まりました。ありがとうございます。ってことでね、まあ使っていくんですけども、まあこっちはデバフっていう感じで、こっちは、火力ですね。まあ、今回極限 Z 覚醒、まあ、来ること決まってるので、まあ、前のやつをね使っていこうかなと思ってます。第3弾かな、20何日だったと思います。でこっちもデバフ要員としてねかなり優秀です。まあ恐怖の制服カテゴリーの極限バトルがなかったんで、今回はこれでねいこうかな。極み系の極限バトルですね。むむむ、最高じゃないかね、最高だよ本当に。ではね、やっていきますよ。まあ力のクーラーすごいいいとこがあって、まず何がいいとこかっていうと、まあ新しく出たね、LR のクーラーと相性がすこぶるいいです。すこぶるいい。パイヤー極限ジェット覚醒来て、まあどうなるかだよね。バフが強くなるのかちょっと分かんないですけど、サウザーも普通に強いからね。恐怖の制服で染めればね。でデバフとしてもまあ優秀という風な感じですね。リンクどうだったかな。で今回力の LR クーラー入れすぎるとちょっと簡単なんで、リーダーは、UR のクーラーを入れさせてもらってます。よいしょー。いやー嬉しいね、嬉しい限りでございます。本当にこんなに早いスパンで来ると思ってなかった。結果即のクーラーどうなるんだろうね。天下一天下一だっけ、あれ忘れたけど、すぐクーラーどうなるんだろう。あおあおあお、24万くらい、まあまあいいでしょう。で、ちょっと待てよ。サウザーさんがね、そう、チームの恐怖制服1体につきね 30% 上がるから、今回もうビッチビチに入れてるからね完璧だろ。完璧以外何者でもない。回復しつつだね。はい、あざーすあざーす。これでボクチン回復できるよ。ピピピピピピピ。オッケー。いやーいいね、いい組み合わせ。本当にクーラとフリーザーってすごいいい組み合わせで、最強一族と宇宙最強の宇宙最強かと最強の一族だったかな、気力とアタックリンクがつながってるということでね、まあ、ほぼほぼつながってる。つながってないキャラもいるけど。おお、倒せなかったか。サウザー超激戦のみ。しょっぱい。それはちょっとしょっぱいだな。クーラー様とつながってるんだから、さすがにそれ以上欲しいもんだけどね。やるじゃない、食らわんけど。さあい、まあ短期戦はねこの通りフリーザがね前面に出れば、まあお手の物。そうクーラーは前面に出る必要はあんまりないかな。そこはね守りのフリーザ、攻めのクーラーっていった感じでやっていったら一番僕はいいんじゃないかなと思う。敵の数が多いぜ。ちょっと邪魔だな、敵の数が多すぎて邪魔よ。まあ有利属性こういうふうにしよう。マシーナリーレン。でしかもクーラーメタルクーラーとかが回復になってるから、なおかつリンクで変身タイプもあるので、まああるやつはねあるんですけども、まあそれで回復もできると。あとはメタルクーラー自己修復だったかな、まあそれでも回復が見込めるんでかなり便利かなと思います。オッケー。ああ、そうか、ゴルフリか。ああ、でもこれ変身タイプないんだね、こいつら。あるやつとないやついるんだよね。うん。ワンパンラインだな。どっちかっていうと、誰だろう。お前やるか。で、ワンパンラインを狙っていこうか。いやー、強いね。やっぱ強いよ。フリーザとクーラがね、組み合わせればね、やっぱり兄弟、ご飯店もそうであるように、まあ兄弟がね大事。俺はそれを思った。うん、兄弟、まあ17号18号もそうだけど、やっぱり兄弟ってすげえ大事だよ。はい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 、兄弟向かうところ敵なしだ。OK。やばいな。まあ2番手は私に任せてくれと言わんばかりの働きをしてくれますね。素晴らしい。おう、食らうね。チュドーン。サウザー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 、もうちょい頑張れ。いやー、これ大丈夫かな。大丈夫だと思う。これでいきましょう。まあ食らったら食らったでその時だね。はい、 OK。 バッチコーン。いい火力してる、いい火力してる。これは倒したかな。スーパーノーバー。はい、 OK。 素晴らしいね。まあそんな感じで、やば。でもね、こいつ変身と、あ、力クーラー、 UR の力クーラー、まあ、変身前がデバフといった感じで、変身後はまあ火力純粋サイジンだったかな。相手だと、いや違う、混血と純粋祭人相手だと確定改心だったかな。うん、中確率で、まあ、必殺技が発動するという風な流れなんで、まあ、それを踏まえるってもやっぱ強いよね。うん、でリンクもすごいいいしね、もう完璧じゃん。うん、完璧ですよ皆さん。やっぱりあ、ミスった。まあいいや。悟空にばっか攻撃しちゃった。この通りね、まあフリーザは全面ですね。もう本当に、まあこの LR のフリーザしかり、ゴルフリーもしかりね、全面で受けるキャラ多いのいいよ。うおー、やばいやばいこいつで。しかもこれでアタックディフェンス低下できるから OK。やばいね、やばいね、やばいね。あれ、これワンタンいけんじゃない？いけるかな。悟空が早くも消えちゃった。あ、ワンタンは無理か、さすがに。はい、ギャリック砲キーカーヌ。パッショイ、いいね。まあで、今のうち言うと、力のクーラーは、UR ね、個人的には連続攻撃一択、まあ確定回心もしっかり、アタックディフェンス低下もしっかり、まあ連続攻撃と相性いい。まあサウザーも一緒だね。それぽいっちょ、いいよ。ウキウキ。ベジータ消えろ。欲しい。おお、打ってきた。なるほど。まあ回復するけどね。さて久々に見るか。おお、破裂まあてな感じで、まあバフはね今んとこ弱いですけど、まあ第3弾だったかな、極限 Z 覚醒って、まあ、どう変わるかだね。本当にまあ化け物チックになるんだったら、まあ、力の LR のクーラーと組み合わせるとめちゃくちゃ強いだろうし、サウザーがねちょっとリンク問題があるんだけど、まあ、そこに至っても短期戦じゃ全然使える性能はしてるので、それも楽しみかなと思います。はい。てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。